外国人でにぎわう店内。ここに来てポケモン買うためにクリスマスも誕生日も我慢していたのよ。こちらのカフェにも外国人の姿が。ハローキティが大好き。日本のアニメが大好きな外国人が集まるのは東京池袋。駅前のホテルは外国人でいっぱい。今月ですと 70%、 来月ですと8割、 80% です。池袋は今、漫画のミュージアムやアニメショップが街に点在する強みを生かし、外国人観光客を呼び込む取り組みを強化。買い物をするなら池袋だよ。日本のアニメで増やせ外国人観光客。外国人観光客が増えているという東京池袋。街の人に聞いてみると、外人の方が増えたなって感じますね。やっぱり外国の方が多いですね。活気に出ますし、多様性が分かっていいんじゃないですかね。東京都が今年6月に公表した外国人旅行者が訪れた街の調査。外国人旅行者が一番多く訪れたのは渋谷で、池袋は10位。渋谷の3分の1ほどの人しか訪れていないという結果が。池袋のある豊島区の担当者は、正直もうちょっと上なのかなってと思ったんですけれども、実は豊島区では10年ほど前からアニメや漫画を生かした観光に力を入れています。区内に手塚治虫や赤塚不二夫、藤子不二雄などの有名漫画家が若手時代に住んでいたアパートを再現したトキワ荘漫画ミュージアムを建設。机や漫画の道具などを目の前で見られます。5年前には新たな部署も作りました。漫画アニメの活用担当会社の熊谷と申します。よろしくお願いします。漫画アニメ、はい、活用担当、はい、活用。一体どんなことをしているのでしょうか。サンシャインシティさんや、あと公演を会場にしてステージを組んでコスプレオブザイヤーを決めたりとか。コスプレイベント、さらには池袋駅周辺のアニメショップなどが一目でわかる外国語表記の乙女マップ。そのマップを置いていた漫画ミュージアムでは結構人気で、うちには日本語版と英語版を置いてたんですけど、どちらもすぐなくなったっていう感じですかね。その乙女マップに載っているビル、全フロアにアニメ関連商品が並ぶアニメファン憧れの場所。アメリカから来た女性はホテルに荷物を置くや真っ先に来たそうです。食事も取らずに買い物するわ。アメリカにはないものばかりだからワクワクする。日本に何度も来ているという男性、来日するたび必ずこの店に立ち寄るそうです。ここに来るのは気持ちいいです。いろいろな面白い店があるけど、そんなに混んでいない。池袋のサンシャインシティでは外国人の行列を発見。世界的に人気のアニメキャラクターのショップです。外国人客の中にはこの店に来るために来日したという家族も。ここに来てポケモン買うためにクリスマスも誕生日も我慢していたのよ。今のお客様でまとめ買いだと5万円ですとか10万円ですとかまとめて買われる方も多くいらっしゃいます。ぬいぐるみをもうカゴ3つ分ぐらい抱えて来られるような方もいらっしゃいますね。まだまだ買うよ。友達の分も買わなくちゃ。サンシャインシティの中にはハローキティで知られるサンリオカフェもあります。中でもハローキティのスイーツが人気。キャラクターをモチーフにしたオリジナルメニューが楽しめます。最高よ。とっても美味しいわ。ハローキティが大好きなの。ネイルも携帯ケースもキティちゃんなの。こちらはハネムーンで来たという夫婦。
池袋がすっかり気に入ったようで、買い物をするなら池袋だよ。2人はこの日アニメ関連の店を5店舗以上はしごしたそうです。豊島区ではこれらの施設と連携してアニメイベントを計画。今後もアニメを生かした町おこしに力を入れていくそうです。